はいどうも、小物です。今回はまたまたトツヤークです。地下はジオンのものと聞いたので最近ハマっている格闘リュネイ動画で遊んでいきたいと思います。初動味方は北トツでしたが連邦さんとかぶったみたいですね。こちらは4も取れそうです。そのまま南拠点制圧できるかな。最近増えたダブルゼータシリーズにワンチャンあるかと思い格闘を持たせています。うおおお、この音はマジカルステッキ。ふう、危ない危ない。このモードの時はたとえ相手が支援機でも格闘一発でやられてしまうんですよね。あれ敵3南来てるのに味方の枚数が少ないような。これもしかして折り返し呼吸で南来てるとか。やっぱり4取られてる、挟み撃ちされちゃう。せめて100式だけでも道連れよ。これ敵3そのまま南押してきてますね。ゼット殴られてるー。はい、ここで格闘食らうやつ。ちょっと CT やばいので玉ねぎタイム。というかこれ完全に南の地上も地下も取られてて押し返せないやつ。雪合戦はポイント美味しいけど面白くはないんですよね。しかしこの場所で完全にお互いが膠着してる。前に出たいけど出たらすぐやられるやつですねこれは。いや、この時のために役と道がいるんだろって話なんですがね。でもコスト360なので難しいところなんですよね。過信して突っ込むと秒で消し気味にされてしまうんですよね。そろそろ玉ねぎやってきたんですが、こういう状況だとどうしてもキル取れちゃうんですよね。でも押し返せるわけでもないしなー。ただこの状況下で一番怖いのがジオなんですが、それを止められるのも玉ねぎなんですよね。今ちらっと見えたぞ。ああ、こういう時プリセットボイスでジオ注意が欲しい。というわけで乗り換えましょう。まだ全然格闘できる取ってないので、前線上げつつ格闘決めたいところですね。と思ったらここまで押し込まれてる。おやあ。はい、格闘決めたら格闘でやられるパティン。今度は裏から持ってますね。はい、渋滞しすぎて拡散一発も当たらない。でも今燃やしたのにアシストになりましたね。たまにこういう謎判定あるのも眼音ですね。ひえー、またあの音が聞こえるー。ジャズよりわかりやすいあいつが来た合図って感じですね。しかし南全然押し返せませんね。何のためにリネイ動画載ってるんだ。行くしかねえだろ。行くぞー。
よっしゃ行くぞー。ジオさんも言ってくれたわ。もう一丁行くぞー。おらあ。今ので生存できるのがこの機体の真骨頂ですね。クマさんいっぱい、もう一回遊べるドン。行くぞー。いやあ、さすがに無謀すぎたか。はい、格闘触れませんでした。はい、中途半端に押すと逆にカウンターで押されるやつですね。そこの足を止めるのもこいつの役目。と思ったけど相手の枚数多い。まさかの格闘持ち危ねえ。格闘には格闘よ。ダメだ、ここ挟み撃ちになっちゃう。じゃあ、またあの音だ。これ敵3側位に突っつけて味方が減ってるんですよね。Z はリスポン位置が遠いので増援来る前に敵に押されちゃうやつ。あーあああ、ステッキの音。せめて UA ちゃんだけでも。周り敵しかいねえ。というわけで南押し返せる頃にはゲージ差つけられてるやつ。デルモグラが撃たれたところで、そのまま試合終了。残念ながら負けてしまいましたね。ここの南は盤面固められると押し返すのがしんどいですね。そういう意味ではジオやアンネマンサに加えてこの機体があってもいいんじゃないでしょうか。もうちょっと格闘の見せ場が欲しかったですね。悔しいので格闘のプレイを最後にどうぞ。
の力、思い知ったか。